働く細胞ゼミナール、細胞博士と一緒に体の仕組みを知ろう。さあ始まりました。今回も働く細胞ゼミナールですね。カードの勉強は自分の勉強。強線細胞の司令官はヘルパー T 細胞。この働く細胞ゼミナールの司令官は私鈴川です。 第九話のテーマは強戦細胞キラー T 細胞さんとヘルパー T 細胞さんの青春ストーリーが繰り上がりました胸が熱くなる思いでしたね強戦だけにお茶ばかり飲んでるやつだ。青春なんかしてないぜはあ、やだやだ熱苦しいね相変わらず今回は ティラー T 細胞さんとヘルパー T 細胞さんの成長にちなんでもっともっと免疫について深く説明していこうと考えています免疫は大きく2つに分けられますそれは自然免疫と適応免免疫疫です自然免疫とは僕たちが生まれながらに持っている免疫のことで高中さ酸 マクロファージさん N K 細胞さん、んん NK 細胞ななどが担当すする免疫なんですもう一つ適応免疫とは僕らが生まれてから獲得する免疫のことでマクロファージさんや今回登場したキラー T 細胞さんやヘルパー T 細胞さん樹状細胞さんなどが担当する免疫なんです。俺たちが担当それは一体どういうことだ 相変わらず頭が悪いやつだな僕みたいな司令官が君みたいな容量の悪いやつに指令を送る必要があるそんな免疫のことだよ。で今おっしゃってた通り適応免疫とは指令を送るヘルパー T 細胞さんとその指令を受けて細菌などをやっつけるキラー T 細胞さんがタッグを組んで行われる免疫なんです。で 今回第9話はその指令を送る細胞さんと指令を送られる細胞さんの選抜を行っていこうっていう回なんです今回その選抜が行われる場所は共戦共戦は英語で言うとサイマスアサイマスアファイヤス キラー T 細胞さんとヘルパー T 細胞さんの T はこのサイマスの T から来てるんですそして胸腺というのは心臓の前にある小さな器官で焼肉屋さんとかでしびれという名前で売られている部位でもあるんですちなみに僕はこのね脂がたっぷり乗っているしびれが大好きで大好きでう、おい 狂戦は食える場所でもあるのか少し複雑な気分になるなで、ですね今回この話の中に正の選択と負の選択っていう言葉がありましたよねあの単語はなかなか難しいんですよねそれについて今回は説明していこうと思います確かに張本人である俺がよく分かっていない 任せてくださいまずお二人はどちらにでもなれるように成長するんですこの性の選択負の選択の過程を経ることでヘルパー T 細胞さんかキラー T 細胞さんかどちらかの細胞になるってことなんです俺たちは訓練の途中で何を目指すべきか分かったもんなまず性の選択では胸腺内で きちんと抗原と反応できる細胞さんのみが選抜される本当に厳しい世界で生き抜いてきたんですね尊敬しますでその性の選択を受け生き残った細胞さんの中で間違って味方である一般細胞に攻撃をしてしまうそんな細胞さんは排除されてしまうこれが負の選択なんです あの針山を持った一般細胞に危うく攻撃するところだったぜ攻撃する時に目をつぶるなという僕のアドバイスが生かされたなそしてこの負の選択を免れた細胞さんたちが無事僕たちの体の中で T 細胞として働くことができますなるほどね改めて考えてみると厳しい訓練だったなですよね 最終的に生き残る T 細胞さんはなんと約 2%, 2> その2%の T 細胞さんたちが訓練の途中でキラー T 細胞さんやヘルパー T 細胞さんのどちらかの機能をなくしていくことでそれぞれキラー T 細胞さんやヘルパー T 細胞さんになるっていうことなんですねそうか知らず知らずのうちに 進路は決まっていくものななんだな僕たちの体人生そうかもしれないですね。ところで負の選択はお二人の知ってる方が主に行っていることご存知でしたかそう実はお二人の負の選択を行っていたのは樹状細胞さんですもんね。イエーイ そんな風には見えなかったぜ次回のテーマは黄色ブドウ吸菌第2話で結晶バンちゃんたちにやられたあの黄色ブドウ吸菌が再登場しますこの時ある細胞さんの活躍を一緒に見ていきましょうねではまたこの働く細胞ゼミでお会いしましょう次回もお楽しみに 俺もそろそろ実戦訓練に戻るとするか今度は僕のところまで投げ飛ばしてこないでよね働く細胞ゼミナい次回もお楽しみに